Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Zenless Zone Zero. Gestern haben wir mal alle schwierigen Missionen vom Prolog gemacht. Und den Anfang von dem Kapitel 2. Ach je, was ist jetzt los? Und zwar, wir haben angefangen mit der Story von Belobok Industrie, Heavy Industrie. Wir wieder ganz klassisch an. So, rubbellos. Oha. Menüにあるものなら何でも作れるぞ。ないものも作れるがな。 Das trifft sich gut. Heute hatte ich auch asiatische Nudeln. So, gönnen wir uns ein schönes Kaffee. スカリオイエス、ティンズスペシャルはいかが。うん。必要なのはコーヒーではなく穏やかな心です。 Dann gehen wir zu hier. マッサージ、手上げる。降参したってくれ。了解。中かぶりは下がってて。ニコ、手伝うぞ。
Und weg. Okay, man bekommt die Belohnung nur einmal. Gut zu wissen. まとめてやるわよ。懲らしめてやるぞ。えい。
So, dann Dailies hätten wir dann auch. Retro Fantasy Tragödie. プロキシに先導してもらう必要があるな。グレース、デモリッシャーの特徴を教えてやれ。あの子は真面目な頑張り屋さんさ。小さい頃のおじべちゃんも同じくらいかわいかったな。おい、それで誰がわかるっつんだ。はいはい、普通の人にもわかるように言うとだね。あの子は地下道を掘るための機械さ。 他の仕事にも対応できるよう建築物の解体ができるチェーンソーも完備しているんだ。
論理コアを更新すればもっとできる子になってくれると信じていたのに、それがまさか家出してしまうなんて。お前がしつこく更新しようとしたからだろ。パソコンの自動更新張りにうぜえからな、それ。 君も変わったね。そんなことを言うようになって。ああ。うん。子供が大きくなる過程で急に反抗的になる。デモリッシャーにもついにその時が来たというだけじゃ。そんなのダメだよ。ん？私の可愛い可愛い子供たちが絶対にダメだ。深夜に暴走族の集会に行ったり、わざと機体に傷を作ったり、剥がせない巨大ステッカーを貼ったり、違法混合エーテル燃料に手を出したり、キューブ目のアニメを真似して他の機械と合体なんてしようものなら。落ち着いてグレースさん、相手はまだ子供なんだか。取り返しのつかないことをする前にあの子たちを見つけないと。プロキシ、先を急ごう。大型機械の放送信号を探知しました。位置情報も同期中。随分強力な信号だけど、一体何をしているんだ。すぐ確認しに行かないと。 Ah, ich hab die Fähigkeit mal für die Bomben zu legen. Mit dem Bagger da. こんなに役立つなら。ブレス、俺に。手伝うぞ。やっ。やっ。ありえ。いざ。
でも、どうやって近づけばいいんだろう。最適な探索ルートを、当該エリアを迂回する必要があります。 爆破解体を始めよう。それ。はっ、それ。おい、気をつけろ。この子に任せて。まんべんなく。援護に来てよ。 情報を同期中。ブロキシ、これが最適？ごめん、だけどこれは不可抗力だ。 この先に安全なエリアがある。そっちに行こう。 手は阻めたか？ああ、しばらくは安全だ。それでどうやってここから出ようか。うん、私にいい考えがあるよ。いい考え？みんな耳を塞いでなるべく離れて。 まあまあ、肩の力を抜いて。全部計算通りだからさ。それにほら、目標の近くまで来れただろ。ったく、次はむちゃなことすんじゃねえぞ。 女の子の声、あそこだ。分かってるわよ。真っ白くんとの仲を引き裂く気でしょ。でも、リシャ、会わないうちに一発の乙女になって。<笑>
ブレ、そい、落ち着け。だが、ましろくんとは白いんか。まさかあの作りかけのビルか。作りかけですって。私、ましろくんと一生添い遂げるの。だから今だ、取り消しなさいよ。デモリッション。君が恋人を守るために。 これほど凄まじいパワーを発揮するなんて。うっとりしてる場合かよ。今はあいつを連れ戻すのに集中しろ。熱ある所に光あり。おっとっと、こっちだ。 完全燃焼。現場を片付けるぞ。ラッカちゃんの君の前。やだ、乱暴な人の嫌い。すっごく痛かったんだから。奴は軸に化けるぞ。もう一踏ん張りだ。力仕事は。任せろ。 爆破解体を始めよう。これを受けてみろ。逃げんな。まずいな。 戦いの音を聞きつけてエーテリアスが集まってきたぞ。やだ、足の空から降りてよ。バッチー行ってよ。これ以上失礼なことされたら私めった切りにしてやっからな。カビの生えたカストロレ。 急に表現しやがった。驚いた。これが恋する乙女のパワーってやつ。1.4トンのチェーンソーをぶん回してエーテルと電気のハイブリッドで動く乙女がどこにいんだよ。待ってくれ、デモリッシャーさん。 そっちは。ごめんね、マシロ君。私ってば取り乱しちゃって。マシロ君。さっきの一撃で体力壁が壊れたか。 自分を責める必要はないさ。むしろ私は君におめでとうと言いたいくらいで。おい、グレース。自分が今何を言ってるか。しまった。グレースはメカには強いが恋愛は経験ゼロのど素人なんだ。顔を上げて周りを見てごらん。マシロ君が君を抱きしめてるよ。 これは建物にとって一生に一度しか交わせない抱擁さ。彼はそれを君に捧げた上、エーテリアスからも守ってくれた。素敵な恋人じゃない。君は見るを見る目があるね。大丈夫、これは永遠の別れじゃないさ。私たちがそうさせない。 ほら、一緒に帰ろう。みんなで力を合わせて新たな土地にマシロ君を建て。<笑><笑>
So. Bevor wir jetzt aber zur nächsten Story-Mission gehen, gönnt euch eine kleine Pause. Ich muss mal kurz aufs Klo. Also, in ein paar Minuten geht's weiter. Thank you.
騎士、信号の感じだと今から探しに行くデュアルショベルはこの辺りにいるみてえだ。ここは工事エリアじゃねえから俺らにキャロットはねえ。つうわけで頼りにしてっからな。任せて、依頼料に見合った仕事をしてみせるから。ジャトヤの連中も言ってたぜ、パエトーンは依頼料こそちっとばかし高えが仕事は完璧だってな。よし、まずはデュアルショベルについて教えてやるぜ。デュアルショベルが行方不明になる前の話だが、現場で出た廃材を運ぶために毎日持ち場を往復させてた。見た目の割に身軽で仕事の早いやつなんだぜ。興味あいつなしじゃ回んねえんだ。どうしたベン。あ、いや、今の話を聞いてふと大昔の物語を思い出しただけだ。おお、熱血男児の物語だな。ああ、どうだかな。主人公は確かに男だが、熱血かどうかまではかいつまんで話すと、巨大な石を永遠に押し上げる罰を受けた男の物語だ。これはあくまで俺の憶測だが、うちの会社の知能機械は日に日に頭が良くなってた。論理コアをアップグレードされたデュアルショベルは、背に持ち場を往復するだけのつまらない仕事に嫌気がさしたんじゃないだろうか。持ち場を往復するだけのつまらない仕事。物語に出てきた男もうちのデュアルショベルも毎日立派に筋トレしてたんじゃねえか。本物の男はな、そういう仕事をないがしろにしたりしねえんだ。なんたって筋肉を作り上げるのは日々の鍛錬だからな。それにだ、一見大したことねえような積み重ねこそが魂を昇華させるんだぜ。そうやって磨かれた魂。安藤さん、ブラボー。プロ騎士、いや兄弟、お前とは気が合うと思ってたぜ。ほら行くぞ。まずはデュアルショベルを見つけてグレースにじっくり点検さ。道中の障害は俺に任せる。警告、複数の敵個体を検出。ふん、望むところで。行くぜ兄弟。安藤、勝手に飛び出しちゃダメじゃないか。一人でやっちゃったよ。これが男のやり方だ。この後も俺に任せときな。厄介そうだぜ。あ
兄弟が突っかえちまう。そっちには行けそうにねえな。安藤、その場で待っててくれ。俺たちが何とかする。新たな探索ルートを算出中。だが、ルート上のエーテリアスはどうする？問題ねえ。こんなの朝飯前。マスター、何人たりとも俺たちを阻むことはできねえ。デュアルショベルを探そうぜ。ドアの情報を変え、残念。見ろ、ありゃ確かにデュアルショベルだ。構えやしねえ。俺と兄弟の相手じゃねえぜ。次々と囲まれた。いくら来ようと俺たちは止められねえ。
極めて危険な敵個体が接近中。ちょっとやりがいがあるってもんだ。本当熱血バカなんだから。うちらも行くぞ。おちびちゃんまであのバカに当てられたのかい。そうっすね。つうか、なんだよそのボイスは。お前、論理コアが壊れてんじゃねえか。帰って点検すんぞ。病院にガキ連れてくんのちゃうんやで。俺ちゃんは堂々たる男なんや。男だ。男はダダをこねたりしねえ。おお、自分言うやんけ。気に入ったで。ほな男同士真剣勝負といこうか。おう、男同士の決闘だな。マジで行かせてもらうぜ。なめたらあかんで。俺ちゃんのパワーを見せたるわ。うわっ、うれ、
その程度かよ。熱あるところに光あり。はっ、重機にしちゃずいぶんすばしっこいな。やろう、どさくさに紛れてずらかる。無駄な努力をお疲れさ。そろそろ諦めたらどうや。会社には戻らへんで。俺ちゃんは堂々たる男なんや。しょうもない雑務に収まる器ちゃうねんぞ。待つんだ。業務内容に不満があるなら社内で調整できる。これ以上騒いだらエーテリアスに嗅ぎつけられてしまうよ。ひとまず私たちと帰ろう。ホロー用工業デュアルショベル。ザケシエ、そのダッサい名前で呼ぶな。俺ちゃんのメンツが丸つぶれや。男の名前はな、己で決めるもんなんや。それもパンチを聞いたしっぽい名前やないとあかん。せや、今日から俺ちゃんの名前は なんやエーテリアスの向かい。やめんかい、離せジュニー。くそ、俺ちゃんの金星もここまでかいな。男だなんだとほざいといてよ。てめえの覚悟はその程度のもんかよ。自分なんで助け。立派な夢があんだろうが、そう簡単に諦めちまったらもったいねえと思わねえのか。忘れたとは言わせねえ。俺ら二人の真剣勝負、決着はついてねえだろ。せやったな安藤の兄貴。何これ。ツッコミどころは多々あるけど、この子はもう大丈夫みたいだね。兄貴、ほな俺ちゃん帰るわ。兄貴を見習って本物の男になるための修行をするんや。小さいことからコツコツやるで。よ、一緒に頑張ろうぜ兄弟。そういや、まだお前の新しい名前を聞いてなかったな。俺ちゃんの新しい名前はな、黒金団地100連成功エンジン点灯ハンス。いや、ハンス入ってんじゃん。リン、おかえり。さっき白銀重工から連絡が来た。今から見つけた2台の知能重機を点検するそうだ。最後のパイルドライバーはベンさんが位置を特定したら DM で知らせてくれる。パイルドライバーを見つけるのも時間の問題という感じだね。ただ今すぐ結果が出るというわけでもない。待ってる間、君は君で何かやることを見つけて暇を潰しておいたらいいんじゃないかな。
いつでも出撃可能よ。準備完了。勝ったらあんたのおごりだぞ。いつでも出撃か。あたしをよ。ジャトヤにかかれば万事解決。稼ぎ時だわ。わたわた。たらあんたのおごりだぞ。
私を呼んだのにゃ。勝ったらあんたの準備完了。私を何かよ。私は高くつくわ。賢い選択ね。わたわた。警告。敵対ユニット。元凶。ガツキ殴り屋を検知。治安局のデータベースにおける特急指名手配犯です。くれぐれも気をつけてください。どこかに行って。えっ、倍返しよ。無駄よ。立て直す。戦闘開始。指示に従おう。物足りないぞ。一網打尽。じゃ続けよ。叩き潰しそう。上を研ぎに来たぞ。あとは私に任せて。ターゲット確認。あんたが着心地テスト。一網打尽。今だ。叩き潰す。外れ。撃破する。いい声してなさい。放電。いい、止めすぎかも。のおごりだぞ。何かよ。私は高くつくわよ。ジャトヤにかかれば万事解決。
害しなくてもめちゃくちゃ痛いぞ。降参したって無駄よ。私は屈しない。ターゲットを排除する。
Also meine lieben Leute, Entschuldigung, mein Mikro war die ganze Zeit aus. Also nochmals, ich wünsche euch allen eine schöne Nacht und wir sehen uns dann morgen wieder im Livestream.